どうも皆さん、こんばんは、コシです。今日はこちら、じゃじゃん。半年前に、開封させていただいた、ボスの WL20L。半年7ヶ月ぐらい使ったので、いい点、悪い点を皆さんにお伝えしたいなと思っております。今日のネタをね、何にしようかなって考えてた時に、これ開封した動画、意外と1000回近く再生されていて、結構この商品に対してね、注目があるのかなと思ったので、まあいい部分悪い部分あるので紹介していきたいと思います。では最初は良かった部分から言っていきたいなと思います。良かった部分一つ目は、とにかく手軽です。もうこうやって指でつまんで持てるぐらいのワイヤレスシステムになっているので、こいつをねエフェクターボードとかに組み込む必要もないんですよ。なので僕はこのような巾着に入れて持ち運んでおります。今までだとワイヤレスってラックだったりエフェクターボードにエフェクターとして組み込んだりしてるので、簡単にねこう練習用とか自宅用本番用っていう風にすることができない、もしくはそれぞれシステムを持ってる必要があったんですけど、これだともうこのまま持ち運べるので、こいつだけを家に持ってって練習に使ったり、スタジオに持ってってスタジオ練習の時もワイヤレスで音を作ったりで、本番もこれを使ったりと手軽に現場に持ち運べるのがすごいいいところだなと思いました。でね、こいつ本体のどこ見てもボタンとかがなくて、ペアリングはこいつら2つをドッキングさせる、これだけでペアリングができるのでめちゃくちゃ簡単です。さらにこちらプラグね、ピントがちょっとうまく合わないんですけど、このプラグのここの部分にスイッチがついていて、このプラグ挿したら電源がオン、抜いたら電源がオフになるというプラグを、送信機受信機両方に採用しているところも手軽でいいなと思いました。こんな感じで簡単に使えるので、自宅の練習でチューナーにつないだりとか、ちょっとこうミキサーにつないで練習したりとか、今までだったらこのぐらいのこう短い長さのシールドを使ってた部分をこちらに置き換えられるので、家での練習でワイヤレス使うっていうね、新しい体験ができるようになります。いいとこ2つ目はこちら充電式なので、すごく手軽に使えるところです。こちらの2つを1つにまとめて、ミニ USB のプラグをつないで、これで iPhone の充電器とかこう USB のものに挿せば、これでいっぺんにまとめて充電ができるのがとっても楽でした。で、電池持ちに関しても結構良くて、3時間とかの練習でも全く問題なくずっと動いてくれてます。次に残念だった部分を言っていきたいなと思います。実はですね、残念な部分の方がちょっと多めです。まず1つ目、もうこれがメインちゃメインなんですけど、僕が使ってるアクティブのベースだと変なノイズがずっと鳴ってしまうところです。こちらを買うときに楽器屋さんに僕自分のベースを持って行って、で僕結構歪ませるので、もともとノイジーなんですけど、その歪みのエフェクターとかも全部出してもらって、全部繋いだ状態で試してノイズが出なかったんで購入したんですけど、いざオンチャンの僕の機材に組み込んで音を出してみたらノイズが出るので、まあ、アクティブベースだと結構辛いかもしれないです。で、やっぱりこの送信機がボディの近くにあるのが良くないみたいで、こちら L 字のプラグ、これをこうやってつないで、少しボディからこう離した状態にして軽減させてはいるんですけど、まあそれでもちょっとノイジーかなというのがすごく残念な部分です。二つ目の残念な部分は Wi-Fi に影響するところです。手軽に自宅でワイヤレスが使えて、まあ、チューナーにつないだりアンプにつないだりをこうワイヤレスでできるので、短いシールドの代わりになってめちゃくちゃいいんですけど、自宅での練習だと携帯で YouTube かけてそれに合わせて弾いたりとか、インスタライブやりながらベース弾いたりとかするんですけど、その際になぜか YouTube が止まったり、インスタライブの接続が悪くなったりしちゃうので、こうネットを同時に使うようなことをするときに、これが使えないのがとっても難点です。残念。残念な部分3つ目です。こちら、混線に弱くて使えないライブハウスがあったという点です。ペアリングの操作とかはとってもシンプルでいいんですけど、自分で好きなチャンネルを選べないんですよね。なので、渋谷の宇田川のライブハウスビルとか、ビルの中にライブハウスがたくさんあって、チャンネルが決まっているようなライブハウスだと、混線しちゃってうまくワイヤレスが使えないので、僕は場所によってはワイヤレスにしない決断をしながらライブをしなければいけなくなってしまいました。残念だった部分4つ目は、見た目があんまりかっこよくないところですかね。僕が使ってベースはだいたいサイドの部分にね刺す場所があるんですけど、こちらに送信機をこう刺すと、なんかこうちょっと出っ張って不格好だし、ライブで動いた時にここに負担がかかるんじゃないかとか、ぶつけてここが折れちゃうんじゃないかとか、やっぱデザイン的にもうちょっとかっこいいものになってくれればよかったなと思いました。
本日は半年使ったボスのワイヤレスシステム WL20L の良かった点と悪かった点をまとめていきました。すごい手軽だし簡単にワイヤレスシステムが導入できてめちゃくちゃいい商品なんですが、悪いところもいっぱいあるので思いっきり 100% おすすめできるかっていうとうーんっていう感じが僕はしています。ただね、僕がやっぱりアクティブベースだったりこいつにとって相性の悪い環境だったことは否めないので、パッシブのギターとかを使う人は結構手軽にワイヤレスが導入できていいんじゃないかと思います。まだまだねこれからいろいろ改良されて新しい商品がどんどん出てくればいいのかなと思いますので、まあ、まず最初にこれが出てきたっていうことがとっても大事だと思うので今後の進歩に期待していきたいなと思っております。こんな感じでベースのガジェットについてもこれからもどんどんレビューしていきたいなと思っておりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も動画見てくれてありがとうございました。それではみんなバイバイ。